みなさん、こんにちは。しおりちゃんのしほとりみです。はい、というわけで今回ですね、しほりみクッキングはい、あのね、今回ですね、なんと食パンで作るねチーズハットグを今回は作りたいと思います。簡単です。たぶん油とか使わないから、もう簡単だと思う。家でも作れるしね、簡単だと思います。そこ家や。じゃあ作っていきたいと思います。はい、食パンを使います。ちーちゃん料理したことあるもんね。あるよね。耳も切ってみようかな。はい、そしたら耳を切ります。何個だい。何個でもいい。耳をこうやって切るの。切れるの。そしたら、ね、ここをね、こうやって潰すの。端の方をね、こうやって潰すんだって。そうするとね、丸まりやすくなるんだって。こんな感じで潰すといい。まあ、いいかな。あとで耳もチーズにさ、巻いて食べたら食べたい。あ、ね、耳も美味しいね。耳食べていい。いいよ、今食べるの。昼ごはん。私も食べよう。いただきます。何って？パパも1個食べる。ママも食べるの。ママ、ね、ちーちゃん、ママさん、4枚できました。はい、まずはスライスチーズをパンの上に乗せます。ど真ん中にね。あ、チーズ切れちゃう。いいよ、切れて。どうせ焼いてトロトロになるから。どうしよう、切れない。そしたら、その上に裂けるチーズを乗せます。そのまま？そのまま。もうこれ取れて、溶けてるじゃん。溶けてる。いい、巻いて。いいよ。巻いて。巻き。こんな感じに巻けたら、OK。めんご、めんご。でもなんか開いてきちゃってるけど、メインゴ。もっとギュッて。もっとギュッてやめてね。握って。握るの？うん。握るに決まってるよ。こっち、見て、くっついた。くっついた。こういう感じなの。春巻きみたい。なんで春巻き？刺さる？あ、見て、出てきちゃった。刺せたよ。耳に気をつけてね。刺せた。長さぴったりだね。よかった。取れてる？できました。はい、油使う。ヘルシー。ヘルシー。やっぱりギュッギュッとしてもらわないとね。ペレレペレレペレレペレペレ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 レペ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 レポケメンもいい感じだね。うん、でも少し開いちゃってるけど、うん、大丈夫かな。あとレモンで溶かして食べる。だけどこれとろけるチーズよ。上手に焼けました。できました。食べましょう。めちゃくちゃ美味しそうなんだけど。ママどうぞ。どうかな。ちょっと食べてみて。ママどうぞ。ありがとう。じゃあいただきたいと思います。いただきます。いただきます。いただきます。伸びない。違うよ、まだ効いてるところに。ちょっと固まっちゃったね。固まったね。もう一回温めようか。あ、どみ頼む。おー、温める。もう一回温めようか。あ、どみ頼む。おー、大成功。おー、すごくない？うん、もうやるね、しんちゃん。
え、パンマそのまま上に伸びてる。すごいね。えぇ、おぉ、本みたいに伸びてるけど。うどんみたいね。うどん。食べれるの？うん。食べれた。な、ごちそうさまでした。はい、というわけでめちゃくちゃ美味しかったです。美味しい。とにかく美味しい。チーズ伸びたし、美味しかったし、家で簡単に作れてね、めちゃくちゃね、いいと思いました。でも、美味しかったのにな。それやってみましょう、うん、はい、皆さんもぜひやってみてください。さよなら、グッバイ。しーちゃんもグッバイ。今年バイバイつくグッバイ、バイバイ。リンゴグッバイ。いい感じ。グミ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 ビア。三十一的おやつだ。